パベウ・アレクサンデル・パブリコフスキは、ポーランドの映画監督である、ワルシャワ出身。父親は陸軍軍医、母親は英文学の講師をしていた。当時、ポーランドは共産主義国であり、14歳の頃、母と共にイギリスに移住、その後はドイツに渡った。その後、オックスフォード大学に進学し、文学と哲学を専攻した。 1980年代に入り、イギリスでドキュメンタリー番組を制作していくようになる。その中でも、旧ソ連の反体制派のベネディクト・エロフェイエフを題材にした作品で世界でも高い評価を得ていく。1990年、映画監督デビュー。初期はドキュメンタリー映画を多く監督していた。1998年、劇映画監督に進出。2004年には、 マイサマー・オブ・ラブで英国アカデミー賞英国作品賞を受賞し、高い評価を獲得。2011年には、クリスティン・スコット・トーマスとイーサン・ホークを主演に迎えたイリュージョンを監督した。2013年、修道院の少女を主人公とした映画、イーダを制作。トロント国際映画祭で上映され、アメリカ合衆国やヨーロッパで高い評価を受け、 第87回アカデミー賞でアカデミー外国語映画賞を受賞。その他、ヨーロッパや世界中の映画賞を獲得し、名声を不動のものにした。2015年、第72回ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門で審査員を務めた。2018年、コールドウォーあの歌、二つの心を制作する。作品は、 第71回カンヌ国際映画祭でパルムドールを競い監督賞を受賞。第91回アカデミー賞では外国語映画賞とアカデミー監督賞にノミネートされた。2019年第72回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門にて審査員を務めた。ありがとうございます。